パンチが出てくるんでしょうか。WBC 世界バンタム級タイトルマッチは第4ラウンドに入りました。国内では初の世界チャンピオン同士の一戦、 WBO というタイトルは日本では公認されていないんですが、事実上の統一戦としてこのリングが実現しました。まあ、モンティエルが上体に頭を打つところよくあるんですね、そういう相手のは長谷川の得意とする右フックのカウンターは有効ですよ。有効ですよね、はい、鈴木さん、はい、長谷川陣営なんですが、山下会長、あ、そろそろプレッシャーがかかってきていると、ここら辺で一つボディから顔面のコンビネーションを見せていこうという指示です。山下会長からの指示としては、決めたいパンチの逆をついていくんだと。ですから顔面に決めたければボディに軽く打っといて顔面、まあ、そういうような左をボディに打っといて、右フックを上に返すと、顔面に返すという指示だと思うんですね、はい、特に前半戦はボディを決めていきたいというこの山下会長の話もあります。ただ本当に入れないんですよね、入れない、入ろうと思うと引くし、カウンターも怖いしで、鈴木さん、はい、そのあたり青コーナーのモンティエル陣営としては、とにかくまずはジャブを出していけ、軽いパンチを出しておいてボディから活路を見出していこう、そんな指示です。モンティエルも長谷川と同じく元プロボクサーのお父さんからボクシングの手ほどく受けました。モハメドアリやシュガーレイレナ、華麗なフットワークとテクニック、こういったボクシングを研究してきたといいます。さあ左を伸ばしていきました。飯田さん、モンティエルはどうでしょう、フットワークちょっと止まり気味のような気もします。右サイドに行って打つところなんかはやっぱり、はい、セコンドの指示通り横から打つんだと、正面から正面に立たないという、その通りやってますよね。サウスポーの利点である右に右に回っていこうという長谷川です。今のところモンティエルがこう前に出てくるときに、それより速いスピードで長谷川が下がるか、もしくは一緒にこれですね、距離を潰す、パッとくっついちゃう、両方うまく使い分けてやってるんで、モンティエルがもうなかなか今は足を使って下がった、これでパンチが出ないんですよね、モンティエルの方が。ということは長谷川が非常に頭脳的な試合をしているということですね。やるなこいつと思ってると思いますね、モンティエルの方は。モンティエルもインテリジェンスの、俺のインテリジェンスを見てくれと、俺は科学者のように戦ってやるということを言っていましたが、今は長谷川の方が上回っているようです。序盤戦です、第4ラウンド。WBC ルールでは第4ラウンドが終わった後に採点を公開します。どのような採点になっているんでしょうか。右を伸ばしていきました。ペースはですね、長谷川ペースに向いてますよね。そうですか、はい、先に先に行っているのがチャンピオンの長谷川です。完全ではないですけどね、これをじわりじわりもっと持っていけばいいんですから。大きく左を振っていきました、チャンピオンの長谷川。左のフック、残り10秒です、第4ラウンド。左のですよね、左からですよね。とあの左フックは長谷川はもう読み切れたと思ったんでしょうね。あの連打は止めきれなかったですね。長谷川バンタム級の王座は5年、 V10 でピリオドということになりました。なんとかこのラウンド持ちこたえればですね、体力も長谷川あるんで、まあ、それと1分間休めるんでですね。そうですね。4ラウンド2分59秒。